これ開いてもここは雪が積もってるんだけど、うん、あのこう茶園にこう雪がバーッと持って、うん、大体20センチとかね、あの冬場は何回も積もって、うん、そんなあの涼しくて寒いところですね。標高的にやっぱり気温が下がって、今で一番標高の高い畑っていうのは何メートルぐらいですか？650メーターぐらいですね。なの、うん、で平野部と比べるとどうかな、やっぱ4度から5度くらい、はい、夏場だったらもう5度くらいは違いますね。夏場は5度ぐらい下がると思います、うん、冬場だったら3、4度かな、うん、涼しくて虫もね、あの害虫も少ないところだったんで、まあ、それでやってたんだけど、あのどうせだったらあの農薬とか化学肥料とか使わない栽培に変えていこうかって思い始めたのがもう何年も前だったんだけど、やり始めたのはその3年4年前か、うん、まあ、あの申請を出して、表示ができるようにって活動を始めたのが3、4年前で、農薬使わないのはそれよりまた2、3年ぐらい前なので、もう6、7年は農薬は使ってない感じ。その山茶は基本あれですか、あの在来になるんですか？在来ですね、うん、もともとあの種で、ね、増えていったんで、うん、希少の在来ですよね、うんうん、そうだな。このオーガニックで作られている場合はあの肥料とかはどういうふうにされているんですか？肥料はあの植物性の肥料、もう何年か前まではこうやっぱ魚かすとか、うん、まあ、そういったのも入れてたんだけど、やっぱりその旨味だけをこう追求するんじゃなくて、まあ普段こうね山に生えてる木なんか草なんかも動物性の肥料ってなかなかあの普段は吸ってないし、まあ、ヤブキタはヤブキタの味香りでいいんじゃないかなと思うし、奥緑は奥緑のね、あの味香りで、ヤブキタがあのサイ緑みたいな味にならなくてもいいと思うし、やっぱり品種ごとのね、あの違った味香りのお茶がこうできてくればいいんじゃないかなということで、もう動物性の肥料はやめて、うん、植物性の肥料とあのその植物性の肥料をちょっと発酵させたような肥料だけにしてしまったんですよね、うん、今別みんなが玉露みたいな味にならなくてもいいし、観光栽培一生懸命頑張って作っても結果的にはやっぱり市場でなかなかこう金額的な評価を得られない、うん、あのなるほど、1月まではいかないんですけど、まあ、20日近く出荷は遅れるんですね。日本 の, あのお茶の市場ってやっぱり最初の方はすごく高いんですけど、うんうん、だんだんこうたくさん出荷されていくとだんだんこう価格落ちていっちゃって、私たちが出荷するのは本当に一番最後にしか出荷できないんですね。なので同じやり方でやろうと思ってもなんかちょっとうんって面白くない、地域的に不利ですね。そうですね、だからこんだけ頑張ってもこれだけの評価しかしてもらえないっていうのも、そこは思った時にやっぱり勇気がやめで、誰が勇気をやるって言ったらここしかないでしょうみたいな地域であったっていうこと、うん、そういうのがいくつも重なってますね。あと自分たちが楽しむのにこうやっていろんなお茶を自分たちの畑でいろんなお茶を楽しみたいっていうのもありましたね、うん、
2番茶までがもう限界で。そうですね、もうやっぱりあの秋にこうこれがこう伸びていって、まあ、こうこんな感じでこう伸びてきて、それをこう3番茶とか買ってしまうと秋までにこう硬化し、あの葉っぱがしっかりあのこんな親葉になりきれないんですよね。なるほど。なもんでもう2番茶終わったら剪定して、あとはもう秋までにバーッと伸ばして、葉っぱ親葉をしっかり育てるというか。もう熊本との県境